一般的に教材研究をしましょうというと、それはそのまま指導法の研究だというふうに言われて、考えられています。これがほぼ同時に使われているんですよね。私はそれがそもそも違うんだというふうに考えております。教材という言葉は教育のための材料です。で、教育のための材料としてこれがいいと決められる前は教材以前の材料、これを私は素材と言ってます。素材は山ほどあって、その中からこれは教材になるだろうという候補が上がって、これに決めようというふうに選ばれて教材になるわけです。そこでその教材をどうやって教えるかというのが指導法研究で、だ本来は素材研究、教材研究、指導法研究、これを仮に ABC と名を付けますと、さて私たちが教師として子どもの前に立つときに、この ABC の中のどれが一番大事か、3つとも大事なんだけども、あえて一番大事だとの一つ選ぶとすれば A ですか B ですか C ですか、皆さんちょっと選んで書いてみてください。というようにノートに自分の立場を書かせるというのが私の授業の大きな特色です。手を挙げさせるのはその後です。いきなり手を挙げさせるときちんとした考えが定まらないままで手を挙げることになるからです。作業を命じたその後はまだ書かない人いますかというふうに聞きます。これが私の授業の大きな特色です。つまり傍観者を作らない、常時全員参加と、どこの断面を取っても一人残らずが私の授業に参加しているということを保証するために、まだ書かない人いるかと聞くわけと、大体手が上がりません。ということはみんな書いたということで、私は安心して授業を進めることになりますが、中には書いてないくせに手を挙げないという不届き者もいるかもしれない。そういう人が見抜けないと舐められる。あの先生が言ってること言うこと聞かなくても大丈夫だってことになるから、私はそこで私の言うことを聞かないとひどい目に遭うよと恐怖感を与えていることです、ね、私は教育の本質は強制と恐怖だと言っています。楽しい楽しいなんてやってるから傍観者が増えて、わけのわからないことになるわけです。分からせるところはきちっと分からせる、やらせるところはきちっとやらせると、それが大事であります。さて ABC のどこが多くなると思いますかね。これは予測です。自分の答えとは関係ありません。いかがですか、どこが多いと思います。 C が多くなる、やっぱり C ですかね。自分も C をよくしているので、うん、先生は、はい、私もそう思います。 C です。 C ですか、はい、CCC、 やっぱり C です。そうですか、まあ、こういう話を聞くと A と B と書いた人はまずかったかなと、直そうかな、
なんて思います。こういうふうに自分の立場を別の視点から評価したくなるということは大事なことです。これが関心というものなんですね。では聞いてみます。手を挙げてください。手の挙げ方は指先まで揃えて、こうやってカエルみたいに開かないで、肘を伸ばして上に上げるんですね。さて、この講座は短歌の鑑賞を指導、創作をやろうかと思ったんですが、それは皆さんに短歌を作ってもらってここに書いてとやかく言うということなんで、まあいきなりそれもどうかなと思いますので、鑑賞ということにいたします。伝統的な言語文化の特質と伝統的な言語文化の尊重ということが大きな今時改定の目玉の一つです。それで今までは高学年にしか出ていなかった短歌や俳句の教材がもう中学年から出るようになりました。でそこに取られているものは古典的な名作、一言で言えばそういうことになります。でそういうふうに教科書に出ているものは教科書教材と言われるものです。その他に自分が気に入ってこれはぜひ子どもに出会わせたいという、そういう教材を生み出すことを教材開発と言っています。そうして生み出された教材は開発教材と言われるもので、教科書教材とは別であります。素材研究の大切さを強調する私は、ぜひ皆さんに開発教材を使った授業を試みられるようお勧めをいたします。既成の編集者が選んだ教科書に載っているものだけを扱うんじゃなくて、もっと広く読み、これはぜひというものを出会わせる。その時にはやっぱり、言葉に力がこもります。子どもへの感化力、影響力も高まることになります。そこで私は今日はおそらくどこにも教科書にはもちろん載ってませんし、皆さんもおそらくは初めてだろうと思われる私の開発教材をいくつか、提供してみることにいたします。スコールは命の水ぞ、雲を待つ島の心を、余順は知らず、というものであります。これは短歌と言われるジャンル